違う。ここはピアノの音じゃない。もっと力強い音で、もう少しいろんな音を試してみようかな。ここさえできればあとは。八重崎さん、お食事の準備ができました。いつもありがとう、望月さん。これがお仕事ですから。冷めないうちにどうぞ。うん。お、そのペットボトルに刺してるの、桜の枝？はい、ここに来る途中の公園のすぐ横で拾ったんです。子供たちがボール遊びとかをしていて、ぶつけて折っちゃったのかもしれませんね。この枝、もうすぐ咲きそうなつぼみがついてるのに。はい、それで私ももったいないなって思って。望月さん、すごく優しい人だと思ってたけど、犬とか植物とか人間以外にも優しいんだな。だけどこれ、枝自体もかなり細いし、折れちゃってるからもう咲かないんじゃない？実はちょっと調べたんですけど、肥料を溶かした水に入れておくとまだ咲く可能性があるみたいなんです。私、母と一緒に家庭菜園もやっていて、肥料ならありますし、だから家に持って帰ってその方法を試してみます。家事や料理もこんなにできて、家庭菜園までやってるなんてすごいね。プランターで小さい野菜とかハーブとかを育ててるくらいで、全然大したことないですよ。あ、というかすみません、私ばっかり喋ってしまって。気にしないで。私は話すの上手くないし、望月さんの話聞いてて楽しいから。桜か、ずっと昔お父さんやお母さんとも一緒に桜を見たな。すごく綺麗だったっていうことしか覚えてないけど、また一緒に見れたら。ねえ望月さん、その桜無事に咲いたらまた見せてもらってもいいかな？はい、もちろんです。綺麗に咲いてもらえるようにお世話頑張ります。八重崎さん、お約束通り持ってきました。あ、桜咲いてる。はい、一つだけどうしても咲かないつぼみが残ってしまったんですけど、それでも他のは咲いてくれました。あんな状態からでも咲くんだな。しかもこんなに綺麗に。望月さん、この桜借りてもいいかな？実は見せてあげたい人がいて。八重崎さんに差し上げますよ。もともとこの桜が咲いてくれたらお部屋とかに飾ってもらおうと思っていたので。え、いいの？はい、長持ちするように園芸用の肥料を溶かしたお水も持ってきました。そのお水に差しておいてもらえればしばらく楽しめると思います。望月さん、でもなんでそこまで？桜を見る八重崎さんの目がすごく優しかったので、桜に大切な思い出があるのかなって思ったんです。はあ、すみません、おせっかいで。ううん、ありがとう望月さん、大切に飾らせてもらうね。お父さん、着替え持ってきたよ。やっぱり寝てるか。今日はポカポカしてて気持ちがいい日だしね。お父さん、今日は見せたいものがあるんだ。はい、桜だよ。知り合いのすごく親切な人がくれたんだ。覚えてるかな？ずっと昔、
お母さんもいた頃に一緒に見たよね。また一緒に見られたね。あとはみんなの意見をもらって調整すれば次の曲は大丈夫かな。その次の曲を考え始めないと。病院の帰りに聞こえた歌、すごく良かったな。ギターの演奏も良かった。技術的にはぎこちないところもあったけど、音そのものは力強さと優しさがあって、私が同じ曲を歌ったり弾いたりしてもあの演奏にはきっとならない。あの時感じた雰囲気や空気感は演奏していたあの人ならではのものなんだろうな。力強さと優しさと、でも時折見える不安定さ。お、いいメロディーが浮かんできそう。お、そろそろ時間だ。みんないる？うん。はいはい、いるよ。とりあえず自分の作業してたんだけど、今日はどうする？今日もそれで大丈夫。でも作業に戻る前にこれを聞いてくれないかな。お、もしかして次の次の曲がもうできてるとか？そう、まだ断片でしかないけど意見が聞きたくて。うん、わかった。すぐ聞いてみるね。どう？これ、いつも通り K が作ったんだよね。え、うん、そうだけど、何か変だった？あ、うん、変じゃないよ。メロディーは K らしい感じだし。でも最初からわかりやすい明るさがあるのは K の曲としては珍しい気がする。それになんとなくこのメロディーには芯みたいなものがあるように感じた。そう、それなんていうか、ちょっと不器用だけど前向きに頑張ろうとしてる誰かの歌って感じ。実はこのメロディー、たまたま道で聞いた演奏と歌声から思いついたんだ。その人にしか出せないような雰囲気で演奏して歌ってて、ああいいなって。そのいいなって感じた雰囲気や空気感がすごく印象に残ってるから、メロディーにもそれが反映されてるのかも。なるほどね。あ、ニーゴの曲としてイメージが合わないようなら発表しないから安心して。そこは全然心配してないよ。むしろニーゴの曲として作ってみたいかも。僕も同感。ユキはどう思う？どっちでもいい。そっか。けど最後まで聞いてみたいとは思う。うん、わかった。それじゃあニーゴの曲として作ろう。オッケー。じゃあまずは今作ってる曲を完成させないとね。そうだね。こんにちは、八重崎さん。今日もお掃除とお食事の準備でいいですか？うん、大丈夫。あ、望月さん、この間は桜ありがとう。さすがにもう散っちゃって枝も元気なくなっちゃったけど、でも見せたかった人にはちゃんと桜を見せられたよ。本当ですか？お役に立ててよかったです。うん、本当にありがとう。